最近ですね、国の政策の中に、科学的な要素が、非常にあるというものがありますね。例えば環境問題では温暖化とかリサイクルがその典型的ですし、それから医療関係では高血圧とかコレステロールとか、喫煙の問題があるわけですね。こういった問題はですね、非常にその個人としても重要だし、国としても重要なわけですから、その議論もですね、科学的なものは科学的なものとしてきちっと議論をすると、いうことが必要ですね。スタップ細胞なんかは、具体的な影響というのはないんですけれども、報道による、科学者に対する圧迫という点ではですね、やっぱり大きなものがありますね。で、こういった国の科学はですね、本当にこう非科学的なんですね。それでそこに携わる先生方、東大教授をはじめとして、大変にレベルの高い人たちが携わっているにもかかわらず非科学的なわけですよ。ちょっと普通の人は分かりにくいかもしれませんが、それなりの地位ですね。例えば学長、大学の学長とか、それから国の審議会の委員の先生なんかはですね、もう非常に政治的だったり非常に利権が好んだりはするんですけども、それでもやっぱりある程度の学問のですね、知識もあるし、それから学会賞を取ったりいろんな功績もある人たちなんですよ。その人たちが大体50過ぎぐらいになると国の委員会に入ったりですね、若い人もいるんですけど、そういう年になりますとですね、地位のある人になるわけですね。同時に国立大学の先生は勲章というのがちらちらするんですけども、そして議論すると温暖化、そうですね、二酸化炭素の影響だと、いうことも多少ありますけども、それは過去にですね、地球は全部二酸化炭素、大気は二酸化炭素 だったんですしね、恐竜の時代、今よりか100倍とか、そういった少なくとも10倍ぐらいのですね、二酸化炭素の量だったわけですから、そういう過去のこととちゃんと比較をするとか、それからもちろんその気温というのは、太陽の活動であるとか雲の量とかですね、さまざまなものが影響しますから、そういったものをきちっと議論をすると。私なんかも名古屋大学時代に温暖化の専門家が話す、方程式、難しい方程式ですけど、それに対して何個も質問しましたが、ほとんど満足な答えが返ってこない。つまり国がやってる科学というのは議論にもならないっていう感じなんですね。リサイクルの時もそうでした。もちろん朝日新聞が途中で寝返ってっていうか、最初リサイクル猛烈反対してた朝日新聞が煽り出してから、日本は全部リサイクル熱になっちゃったんですけども、リサイクルがゴミを増やすことも当然ですしね、それから資源を余計に使うことも当然なわけですね。これは学問的に非常に当然なんですが、私が当時、そういう街頭学会で学生に、リサイクルは3倍半以上の資源を余計に使うのでという科学的な発表をさせたらですね、会場から売国道っていうのが来るような、そういう非科学的な状態になっちゃうんですね。もちろんこれ医療もそうで、高血圧も今度なんか自宅から高血圧の血圧のデータを送ると薬が直接送られてくる、患者数は4300万人だっていうんですね。国民の、若い人は高血圧ありませんから、そういう点では国民の約半分が病気であるというその定義の仕方ですね。しかも健康な人の平均血圧は150だというデータが出ているにもかかわらず、低血圧に誘導して薬をものすごく売ると、コレステロールなんかは、低い方がいい低い方がいいと言って、その必要な LDL コレステロールというのを悪玉と呼んだりしましてね、悪玉のコレステロールがゼロになったら人間死んでしまいますから、だから一体何を言っているのか分かんないわけですね。タバコももちろんそうで、そのタバコの煙が臭いとかいうのはもう全然科学的なんですけど、タバコと肺がんとか関係があるとか副流煙がどうだなんていう話はほとんど全部科学的じゃないんですね。これ国の委員会で一回こういう発言があったんですよ、厚生省からですね。タバコに関してはここの部会、国の委員会はですね、タバコが肺がんになるかどうかということを議論するところではない、
タバコが肺がんになるとしてここは議論するんだって言って、委員の中で疑問を呈した人を、まあ、抑圧した例があるわけですね。ですから、なんというのか、なんでそんなことをしたいと思うのかっていうふうに私なんか思いますね。別にそんなことをしなくてもいいじゃないかっていうふうに思いますね。それは地震もそうで、地震もですね、あれだけ何回も何回も予知に失敗して、それでもまだ地震の予知を出すと。でこれはまあこの前私、気象予報士の方とお話してたら、もともとその、あれなんですね、天気予報が当たらなかった時代があるってその当たらなかった時代は当たらなくていいということで、ずっと気象庁がそれでやってきた。で気象学者も地震学者もそういうのにもう慣れちゃったんでしょうね。だから地震も当たらなくていいという、そういうことになったわけですが、そんなことありませんよね。それは明日雨が降りますか晴れになりますかというものが持つ危険性と、だから例えば子供におもちゃを与えたと、そのおもちゃが時々車輪が外れてこうひっくり返っちゃう、で子供のおもちゃですからね、まあ、小さなその車のおもちゃがひっくり返っても子供にも何も影響ないわけですけども、新幹線の車軸が折れたらもう大変なわけですから、だから子供のおもちゃがの車輪が外れる危険性はまあそれはいい加減でもいいですよ。しかし新幹線を走らせるとなったら、それは正確じゃなくちゃいけないわけですよね。だからいつもいつも天気予報が外れてた時代の考え方をそのまま火山の噴火とか、それから地震に持ち込んで、いい加減なのにいい加減でないような感じがすると。だから気象学者とか地震学者は一回ですね、やっぱり通常の科学の世界で仕事をしてもらわないと、その自分たちのなんかいい加減な科学をですねずっと引き継ぐということになります。それからスタップ細胞もそうですね。これも NHK を中心とした報道というのは本当にこう小保方さんという一人に焦点を当てたわけですね。まあ、これは共同研究者、今山梨大学の教授になっておられますけども、その共同研究者が主にマウスも小保方さんに提供し、しかも理研が特許を出してますけど、この特許のですね取り分というのがあるわけですね。その研究スタップ細胞をの研究にどのくらいの役割を果たしたかによって、発明者に特許の権利がいくわけですけど、それが 51% がその山梨大学の先生ですよ。小保方さんというその標的になった人はたった 36%、 3分の1の貢献ということになってるわけですね。それじゃあその毎日新聞も NHK もですね、その 51% の山梨大学の教授についてはほとんど何も言わずに、もっぱらそのマイナーだった小保方さんを責めると。しかも彼女は研究の主体をやってる時には無給研究員ですからね、給料もらってない、全く責任もないという、そういう研究者、まあ、これをなんであんなふうに理研が大々的に記者会見して NHK が大々的に放送したかっていうと、それはその国のお金を理研が取るためだったわけですね。ところが理事長がノーベル賞学者だからっつって追及を全くしないと。私も個人的には親しいんですけども、個人の問題じゃないですよ、これね。国とか科学とか、まあ、そういう問題ですからね。まあ、そういうのに対して非常にこう歪んだその形になってる。この国の科学、国が関係するような温暖化とかリサイクルとか高血圧とかコレステロール、タバコ、地震、スタップ細胞といった、まあ、こういったものに本当に非科学的な要素がものすごく多い。ほとんど科学としての疑問とかディスカッションをさせないと。まあ、これが日本の科学の、この何て言いますかね、主体となる人がやってるっていうのが問題で、やっぱりこの際ですね、私は国の科学を担当している河成直棘太先生方がですね、やっぱり科学は科学なんだと、オープンなんだと、そういう気持ちでですね、取り組んでもらいたいと、そういうふうに強く思いますね。